欅坂46、小田菜奈、浜松の実家から通い大女優へ、主演映画、未来のあたし、インタビュー2018年6月3日6時0分スポーツ報知、今後も演技の仕事に挑戦したい、と語った欅坂46の小田菜奈、カメラ、関口俊明、未来のあたし、では、小田、左、と桜井純子がダブル主演ピースサインにも気さくに応じる小田女性アイドルグループ、欅坂46の小田菜奈、19、が、インタビューに応じ、初主演映画、未来のあたし、桜井純子とのダブル主演、豊島圭介監督、への思いを語った。6日開幕のコメアカデミー賞公認の国際短編映画祭、ショートショート。フィルムフェスティバル&アジアのジャパン部門ノミネート作。小田と豊島監督にとって、高校時代までを過ごした故郷の静岡、浜松市での凱旋撮影だった。小田はグループ随一のいじられキャラで愛されキャラ。慣れないソロでの撮影は、正直寂しかった、が、その分、実家で英気を養った。久しぶりに帰ったけど、見たことのある景色ばかりで安心したし、リラックスできた。緊張もあったけど、実家だからか、よく寝られた、と話した。浜松が本当に好きなんです。ももクロの桃高菜子、23、も務める同志の親善大使、やらまいか大使、を目標に掲げる。もっと私の地域のことを知ってもらいたい。特産品の三ヶ日みかんはファンの方々にも浸透している。大使のオファーが来るぐらい、欅の一員として頑張らなくちゃ、と飛躍を誓った。読み合わせの時、豊島監督から檄を飛ばされ、奮起。達成感があった。女優への憧れはあったけど、絶対にできない、演技はほど遠い、と思っていた。この機会に感謝です。グランプリは米アカデミー賞短編部門ノミネート選考対象作品になる。映画祭開幕日と20歳の誕生日が重なり、小田は、いい結果が出るといいな、と目を輝かせた。小田菜奈、小田、菜奈、1998年6月4日、静岡県出身。19歳、15年欅坂46の第1期生オーディションに合格。16年テレ東系、徳山大五郎を誰が殺したか、に出演。愛称のダニーは、小田の、だ、と演習弁の語尾につける、ダニ、から。ペンライトは代々かける緑、身長162センチ、血液型 O。未来のあたし、夫も子供もいるキャリアウーマンの心理、桜井、は、ひょんなことからタイムスリップ。高校生の自分、小田、と出会うが、その日は、人生最悪の日だった。